女福公園の老門女福公園は、和歌山県新宮市新宮7178番地に、ある女福を記念する公園である。元来この地には、女福のものとする墓があったが、1994年の8月に、それを中心として、今ではこの公園の目印ともなっている、中国風の老門を設置するなど、大々的に整備が行われ現在のような公園となった。 伝承によると、ジョフ服は、旗の始皇帝に東方にある宝来、宝城、英州に、不老不死の霊薬があると具信し、命を受けて、財宝と共に数千人を従えて、真から東方に船出したというが、そのうち宝来に当たるのがここ、新宮とされていて、ジョフ服は、その後新宮に住み着いたという。ここに住み着いたジョフ服とその従者たちは、大陸からの文化や農耕、 捕鯨や漁業に関する技術を新宮の人々に伝え、ここ新宮の地で没したと伝わっている。この公園にある女服の墓は江戸時代の原文元年に建立されたもので、奇襲藩書大藩主である徳川よりのが受信の利倍計に旗女服の墓の文字を書かせたものと伝わっている。この公園には、この女服の墓を中心にして、1994年に、 呪服公園完成に合わせて設置された遺書版など以下のものが設置されている。緑色変岩公園の中には他にも財団法人新宮呪服協会による観光案内所を兼ねた売店、呪服売店があり呪服や新宮市にまつわる様々なもの、呪服茶というお茶や呪服ロマンなる酒などを販売していて、毎年8月12日及び翌13日には、 この女服公園で女服を供養するための満明かり祭りが行われる。毎年8月8日に、新宮市内の熊野川で行われる新宮花火大会も女服を忍んだものである。新宮市内には、熊野川の川口近くにある宝来山および宝来山にある阿蘇賀神社や上陸の地など女服にまつわる名跡が点在しているが、そのほとんどが この女福公園内に集中している。アクセスは西日本旅客鉄道、東海旅客鉄道規制本線の新宮駅から徒歩で2分ほどとなっている。ありがとうございます。